So, jetzt die Frage, die ich auch schon im Let's Play gestellt habe. Wusstet ihr, dass Silica einen Hund hat mit dem Namen Pina? Oder eine Katze, nee, stimmt, eine Katze war es, kein Hund. Eine Katze mit dem Namen Pina und sie deswegen Pina Pina genannt hat? Ich wusste es persönlich nicht. Schreibt es mir in den Kommentaren, ob ihr es wusstet. Und wenn ja, wenn ihr das wisst, woher wusstet ihr das? Ich könnte mir vorstellen, dass das in den Light Novels drin steht, die ja zurzeit in Deutschland immer noch nicht veröffentlicht wurden. Die sind ja zurzeit... Oh, verdammt. Die sind ja zurzeit nur in... nicht in Europa veröffentlicht, sondern bisher nur im japanischen und amerikanischen Raum. Aber... Hier, Tokyopop war das, glaube ich, die haben schon angekündigt, dass sie die Bände irgendwann bringen wollen. Das ist halt diese Visual Novel, das ist halt der Ursprung von Sword Art Online. Also erst kam die Visual Novel von Riki Kawahara, dann kam der Anime und dann kam der Manga. So, das ist die Reihenfolge von Sword Art Online, damit ihr das auch mal wisst. Jo, jetzt viel Spaß zuerst mal mit der Zwischensequenz mit Kirito und Silica. キリト様、どこかお出かけですか？それじゃあ、この後時間ありますか？ちょっと武器を選びたいんですけど、できれば意見を聞きたくて。 そこのお方。え？私のことですか？いいえ、そちらの黒い方のことです。そう、あなたです。あなたに災いが近づいています。 占い師のプレイヤーさんのようですけど、もしかすると向こうの世界で本当に占い師だった方かもしれないですね。あなたにとって今日ほど不幸な日はないかもしれません。 すごい言われようですよ。どうしましょう。しかし、不幸を避ける方法が一つだけあります。それは。 仕方なくやってる顔じゃないみたいだけど。キリトさんが占い師さんに今日は不幸な日になるって言われたんですよ。しかも不幸を避ける方法はただ一つ、それは女の子とできるだけそばにいることって言われちゃって。
なのでこうしてできるだけそばにいるようにしてるんです。こうやってペタッと。なるほどね。それならさ、シリカだけよりもっと多くの女の子でくっついた方がいいんじゃない？感謝しなさいよ。厄払いに協力してあげるわ。リズさん、くっつきすぎですよ。あんたがペタッとするんだって言ったんでしょうが。女の子と密着していないと不幸になるんだって。何それ、キリト君、いやらしい。占い師さんに言われたの。こうしないと災いが起こるって。何かが起きてからじゃ遅いんですよ。そういうことか。それじゃあ私も力になるよ。こら、定員オーバーよ。私とシリカの二人でもう十分でしょ。備えあればです。キリト君が不幸になったら困るじゃないですか。まあ言わなくても分かってるよ。ちょっとあんた、自分から押し付けてるの？押し付けてるとか言わないでください。キリト君とくっつこうと思ったら仕方ないんだもん。胸がそんなにないからこそ密着できるってことはありますよね。ほら、こうやって腕を絡めれば。キリト、お店を間違えたみたいね。一応聞いてあげる。それってもしかして商業区をうろついてる占い師？そうです、キリトさんを占ったあの占い師さんの目は冗談を言っている目ではなかったです。
だからこうやってキリトさんから不幸を遠ざけているんです。安心してくださいキリトさん、私が責任を持ってキリトさんを守りますから。じゃあ私も。私もです。あの占い師イカ様よ。イカ様？適当な占いをしてまぐれで当たった相手に幸運グッズを押し付けるんだって。それよりもキリト、よければ私があんたを占ってあげましょうか。任せて。もうすぐキリトに災いが降りかかる。そこの女子の塊の中にいるわよ。女子の塊？キリト君？何やってるの？話を聞かせてもらいましょうか。ほらね、不幸になったでしょ。よし、よし、ちょっといいか。ゆいちゃん、ただいま。そうだね、住処として落ち着いてきたっていうか。あれ、ゆいちゃん宿にいないみたい。どこか行ったのかな。宿にいた人なら見てるかな。すみません、ゆいちゃん見かけませんでした。ゆいちゃん、ちょっと前に宿から出かけて行ったのは見かけたけど、どこ行ったかまでは知らないな。ああ、あの子なら町の外にいたのを見たぞ。
うん、さっき俺が迷宮区から戻ってくるときに見かけたんだが、草原のあたりをうろうろしてたぞ。あの、どうしてもこれが欲しかったんです。はい、そうです。いえ、これは自分で取らなきゃ意味がないんです。私の方が先に探しに出たのに。だってゆいちゃんが危ないと思ったら、いても立ってもいられなくなっちゃったんだもん。それでゆいちゃんはなんでまた一人で外になんか出たりしたの？それはアイリスの花を取りに来て。アイリスの花？
頼んでくれればゆいちゃんが危険を冒さなくても私が取ってきてあげるのに。それじゃあ私からは何も言わないでおくね。だね、お風呂に入りたいし。パパ、ママ、3人で手をつないでいきませんか？私が真ん中で。そうなってもキリト君の索敵スキルですぐ分かるんだし大丈夫じゃない？じゃあ私がユイちゃんの左ね。ありがとうございます。